の試合を見ていた伊藤純也のコメント。伊藤純也だけがうまい。最高のコナミ感で笑った竹はうまい。一般人みたいなツイートしてて笑う。純也似てるのくさ。同じ感想だわ。前半の久保竹久はマジものの化け物。てか見てたんだ。じわる笑いあんたのライバルやん。その竹とスタメン争ってる伊藤純也ってのが追ってだな、それが君なんだよ。とか言いつつ堂々と日本でスタメン争いしてる稲妻純也。日本代表の右翼を置かずにご飯5杯は食える。純也に声出して笑ってもうたわしょう。マドリーにも竹久保より上手いやつおらんすわ。竹さんトップ下で出て伊藤さんと一回ずつ順番で右サイドから攻めてもらえますか。日本代表の右サイド最強や。あなたもうまい。